ルールモントは、オランダ南西部リンブルフ州の都市、マース川沿岸にあり、ドイツ国境、ベルギーのフランデレン地域にも近い、人口54,488人。ルールモントの名は、かつてこの地に暮らしていた、ケルト人が信仰していた水の女神の名に由来すると、されている。その後、ローマ人が侵入、ガイウス・ユリウス・カイサルは、理想の住みかを意味する。 ヴィラ・オプティマの名でこの地を呼んだ。12世紀、デルデルン広告領となる。1213年、神聖ローマ皇帝夫を4世に死骸を破壊されるも、再建、1231年、都市として自治権を獲得、1441年には、ハンザ同盟に入り、公益都市として発展した。ルールモントが含まれる、ネーデルラント17州は、 1543年から1702年までの間、スペインの支配下に置かれた。1568年4月23日、スペインをフェリペ2世に反旗を翻したコイセンが、ルールモント奪還を目指して起こしたラインダーレンの戦いによって、80年戦争の唇が切られたとされている。カトリックが浸透し、スペイン側についたリンブルフの地元勢力からの抵抗を経て、 1572年にオラニエコー・イレム一世がルールモントを掌握した。その後もネーデルラント連邦共和国とハプスブルク家勢力との間でその領有をめぐって立場が一点二点した。1792年フランス革命戦争でフランス軍が南ネーデルラントを制圧した。一時ハプスブルク家が領有するも1794年に フランスがこれを取り戻し、1814年にロシアが解放するまで、フランス領、さらにこの年のロンドン条約によりオランダ領と定められた。第二次世界大戦中、1940年にはナチスドイツによる占領を受けたが、1945年3月1日にアメリカ軍の偵察部隊によって解放された。ルールモント大聖堂、ありがとうございます。